はい、えー、どうも皆さん、こんにちは、人です。ということで、今回は、えー、阪神、糸原選手の話をしていきたいと思います。はい。まあ、阪神はね、えー、この間、えー、順位が3位に交代、えー、しまして、まあ、ちょっと、勝負の時期という感じですね。まあ、こからずるずるいってしまうのか、それとも、えー、食らいついて、さらに、えー、もう一度、人波作れるかっていうところになってくると思うんですけど、まあ、阪神がいろいろ、その、 あの成績がね落ちてきた理由いろいろあると思いますけどまあ一つはねあの内野手がが問題があると思うんですよねそのえ糸原選手まあ含めあのまあセカンドえそれから三塁大山選手の不調まあこれがこう重なって内野手がねまあ去年なんかは特に大山選手の活躍なんかで。 非常にプラスを稼いでた部分がね、えーまあ、大山選手の不調などもあり、えー、ちょっと落ち込んでいるというところですね。で特にまあ僕は糸原選手、すごい評価してたんですけど、まあ、ちょっとあの最近の糸原選手は、僕はちょっと残念だなって思う部分がちょっとあったので、あの今回はね感覚的になんとなくちょっと残念だなと思っていた部分、思っていた部分をもう少しちょっと数字を使って見ていこうと。 いう感じですねでも糸原選手はまあ2017年に、ね、66試合出場して2割5分9厘、まあまあの結果を残しまして、まあ、その後2年連続でフル出場。で、この2年間がね、多分僕、一番糸原選手を評価してた時期かなと思います。まあ、打率2割8分、2割6分でまあ3割いってないですし、通、ま、算、あ、でも3割いったシーズンが一度もないので、まあ、決して打率が高いタイプなではない。しかもホームランは年間に出ても3本、あのー、1、2本。 本当に長打力が決してある、えー、バッターではない、えー。瞬速というわけでもないという。まあなんかこう、全体的に平凡な選手なんですけど、この出塁率の高さですよね。2割8分6輪で出塁率が4割近い。で、2割6分7厘ですけど、出塁率3割5分ということで、まあ高い選球眼を発揮してたっていうのが、まあこの2年間の糸原選手だったかなと。この選球眼の高さがあるからこそ、糸原選手はすごい価値がある。 選手だったなと思いますで2020年が2020年出場機会がね、えー、怪我とかあったんでしたっけね、まあ、出場機会減らしてもホームランはねちょっと増えたんですけど、まあ、この年からちょっとちょっとねあれおやおやって感じになってきて打率2割9分4厘なんでまあもちろん打率はキャリアハイなんですけど出塁率でいうと3割5分7厘なんで、まあ、前年とほとんど変わらないんですね打率が上がったのに出塁率はほぼ変わらない磯でいうと えー、減少傾向。さらに2021年もその傾向が続いていて、打率2割6分9厘っていう低迷した上に、出塁率3割2分2厘っていうことで、えー、非常に数字が低迷しています、えー。昨シーズンは結構長打を打ってて、まあ年間5本、6本、7本ぐらいのペースではホームラン打ってたんですけど、今シーズンさらにホームランも減ってしまったことによってですね、さらに、えー その選手としてね、えー、ちょっと数字が伸び悩んでいるという印象があります。で、その糸原選手、まあ、僕が評価してた最大のポイントはやっぱ選球眼ですよね。というところで、フォアボール率を見ていくと、まあ、フォアボール率、これ、2018年がね、えー、三振よりもフォアボールの方が多いっていう、まあ、すごいシーズンですね。で、その他のシーズンも、まあ、割と安定して0.9弱ぐらいの。 数字を続けてたんですがここ2年は一気に BBK の数字が、えー、悪くなってしまいましたねはいで三振率がね若干増えたかなっていう気もしないでもないですけどどちらかというととにかくフォアボールの減少っていうのが大きいですねフォアボールをとにかくだんだん選ばなくなってきているというところがありますまあ基本的に三振が多いタイプのバッターではないので、まあ、三振率はね問題ないと思うんですけどフォアボールがねとにかく 選べなく選べなくというか選ばなくなっているのかなっていう印象です。まあ、バッティングスタイルを変更したのではないかという感じがします。はい、まあ打率がね、えー、あんまりこうぱっとしないタイプの選手なんで、まあ、そこでどうしても打率を上げに行くということで、積極的に打っていくバッティングスタイルに変えたのかな？っていう印象なんですけど、まあこの選球眼関係で見ていきますと。とまあ ボール、あのね、ゾーンスイング率がすごい、基本的に結構低くて、あんまりバットをスイングしないタイプのバッターなので、まあゾーン管理能力っていう意味で言うと、まあそういうこういう35%ぐらいなんですけど、2020年がね、特に一番悪かったかなって感じですね。まあ今までのシーズンと比べて一気に大幅にボール球に手を出す確率が上がっていて、 でまあ、ゾーンスイング率はあんまり変わってないので、まあ、結果的にゾーン管理能力が最低の値になってしまったと、まあ、2021年ちょっとポジティブに捉えられる要素があるとすれば、まあ、ボール球スイング率を下げてゾーンスイング率を上げれたのでゾーン管理能力という意味では、えー、非常によく上がっているとただ全体にスイング率が上がっているので、まあ、結果的に早打ちになってしまってフォアボールが選べていないという傾向が出ているのかなと思います、まあ、フォアボールを、ねあのー、よく選ぶ選球眼の高かった あ糸原選手からちょっとモデルチェンジをしているのが個人的にはちょっと残念だなと思いますね。まあでもパワーがねあのすごい超打力があるタイプでもないですし機動力があるタイプの選手でもないですからまあそういう意味でねこう打率っていう分かりやすい数字を上げることによってあのアピールしていこうっていうところはまあ分からなくもないんですけど糸原選手にはね最大の選球眼っていう武器があったんですから、まあ、そのままね選球眼をあの維持して。 まあできればね、あのパワーアップするなりして、もうちょっと長打力身につければよかったんじゃないかな、みたいなね、気持ちもちょっとあります。で、まあコンタクト率っていうところで言うと、やっぱりコンタクト能力はね、非常に高い。え、コンタクト力の優れるバッターなんですけど、2020年、 ちょっとねコンタクト率が、ボールゾーンをねコンタクトする率が、まあ、ボール球に手を出,し出す機会が増えたので、その分、ボール球コンタクトする割合もちょっと下がったというところですね。そこも2021年は、まあ、ボール玉ある程度見極めがもう少し復活したので、まあ、もう少しコンタクトできるようにな,なってきて,きてはいるというような感じです。はい で、さ2020年からの打撃変更のポイントとして、まあ、僕が個人的に挙げていきたいのは、まあ、1つはちょっとラインドライブ性の打球が増えてるのかもしれないかもしれないっていう、まあ、少しずつ増えてきてるんですけどラインドライブ線打球が、えー、増加傾向にあるっていう年々増加しているっていう傾向ですかね、まあ、基本的にゴロの多いタイプの、まあ、コンタクトヒッターなんでね ゴロが多いタイプの選手なんですけど特に2021年はゴロの割合も減ってましてフライが若干増加していますので、まあ、打撃スタイルの変更が2021年も引き続き行われて、まあ、少しずつ長打力を高めようとし,し,しているのかなみたいな感じはします。 で特に2020年から顕著なのが、引っ張り方向への打球が結構増えたんですよね。今までは、あの引っ張り方向への打球が 4, 4分の1ぐらいなので、まあ、あんまり引っ張りには打たないタイプのバッターで、センターから逆方向っていう意識を強く感じてたんですけど、まあ、それがあの完全に入れ替わりまして、まあ、引っ張りに3割ぐらい飛ぶようになりましたね。逆方向への打球が4分の1ぐらい という感じなんで、まあ、引っ張りへの意識っていうのがちょっと高まっったののかなと、まあ、引っ張りへの意識が高まるってことはつまり長打を打ちたいっていうあの意思の表れだと、まあ、思うわけですなのであの糸原選手は、まあ、自身の長打力不足っていうのはあのー、多分感じているところでその他の選手とは違うね、えー、魅力ということでちょっと二遊間の選手で長打力を 高めて生き残りをかけようとしまああの阪神のねあの二遊間の選手は大体あの瞬速左打ちのコンタクトヒッターみたいな感じで大体みんなタイプが似た選手が多いので基本的にはまあそういう意味でね、まあ、糸原選手があの選球眼だけで、ね、だけで飯を食うのはちょっと難しいっていうふうに判断したのかもしれません。 であとはですね、ハードヒットの割合に関しても、まああの、この2018、19の2年間と比べるとちょっと増加していますので、まあ、しっかりあの打球を強く捉えようという意識があるのかなというふうに思います。九、は、州、いえーまあの話は、まあ、一旦置いといて、まあ、とりあえず糸原選手は、まあ、2020年から。 えー、打撃を改造して、まあ、長打力を増やそうというような努力をしていたのではないかっていうのが、まあ、個人的な予想です。でまあただねその長打力を増やそうとした結果とは言いつつも糸原選手ってもともとツーベースが多いタイプの選手なんでまあ もちろんね、パワーがねあの、あるっていうわけじゃないですけど、そこそこ、ツーベースも結構打ってたんであの、そこがね、評価できる選手だったんですけど、まあ、ホームラン狙いのバッティングして、まあ、3本、まあ、年間7本ぐらいのペースなんで、まあ、やっぱり糸原選手が長打力を身につけて勝負するっていうのは、まあ、もうちょっと時間がかかるような気がしますね。で、今シーズンの成績を見てもですね、まあ、そうですね。 ツーベースが24本ぐらい、ツーベース24本、ホームラン2本ぐらいのペースなので、まあ、そんなに長打力がアップしているって感じはしないですね。はい。で、問題は守備ですね、糸原選手は。伊、ま、藤、あ、原選手の守備っていうのは年々、なんか毎年話題になってるような気がしますけど、まあ、毎年ね、えー、一番使われてるのは、えー、一番使われてる、今までで一番使われてるのは、えー、セカンド。 になってきますすけどセカンドととしてはは守備力はちょっと悪いですね、A、まあ、良くないというか悪いですね。まあ、ルーキーイヤーからずっと悪いんですけど。で、ん、まあ特にね、レンジですね、あの守備範囲を示すこのレンジの値がとにかく悪い。で、あとはダブルプレーが取れない、セカンドとして。 そこがね、えー、守備範囲の狭さとダブルプレーの取れなさっていうのが、とにかく糸原選手は、うん、足を引っ張ってるっていう感じはしますね。まあ、やはりセカンドはあの守備が重視されるポジションですから、まあ、そういう意味では、うん、すごく。 この数字はでかいかいなとただた、例えばメジャーリーグなんかだとあの守備シフト、ね、シフト制を導入したことによって、まあ、セカンドの選手は別に今守備範囲狭くてもあのシフトで対応すればどうにかなるんじゃないかっていう、えー、ことになってまして、まあ、今はねセカンドの守備力ってぶっちゃけどうでもいいみたいな感じにもなりつつもあるんですよね。だからこのの阪神はあの糸原選手の守備力を補うためにも 守備力の低さを補うためにも、まあ、シフト性をどんどん導入していくと、まあ、日本 NPB でもねあのシフトをどんどん敷く球団というのが増えてきてますけどもこの間のヤクルト横浜の試合とかね互いにあの主力打者にシフトを敷き合うということで、まあ、日本の野球もねあのシフト性きたかと思ってましたけども、まあ、糸原選手阪神も、ね、シフト性を糸原選手の守備力の低さをあの考えると積極的にシフトを導入すべきだと思います。 にシフトを導入することによって守備力の低さを補いつつ、まあ、失点をできるだけ少なく抑えるということが重要なんじゃないかというふうに思います。でまあショートとしてはね、えー、本当にもう過去2年間出場機会がないのでまあちょっとこれは除きますけどもまあただショートとしても守備力はまあ残念ながらお察し。です 僕が評価したいのは糸原選手のサードの守備なんですよ。まあ、サードとしては非常に守備力が安定している。まあ、出場機会が、ね、あんまり多くないんで、そこが評価どれぐらい値するかっていうのは難しいところなんですけど、サードとして見れば、レンジは常に常にというかほとんどプラスということで、サードとしては高い安定感を持った守備を見せていると言えます。まあ、ここが、ねまあ、糸原選手の強みなんで。 あの個人的には、個人的にはですよあの、今シーズンね、ちょっと大山選手が、あのー、不,不審にね、陥って、まあ、打撃でなかなか結果が出ていないところがあるんですけど、まあ、そのね、打撃の結果の出てない大山選手をまあ使うよりかは、もしかしたら糸原選手、サードにした方が守備が締まっていいのかもしれないとも思うわけです。あのー、サードと まあサードとしてはね、あのー、おそらく大山選手よりは、え手、ー、うまい守備を見せてくれる、今今の大山選手はね、守備指標がマイナスに落ちてますね。マイナス、うずらマイナス0.9です。えー、まあ、特にエラーの多さっていうのがね、ちょっと際立って、まあ、マイナスになってるシーズンですね。まあ、昨シーズンのもう大山選手はちょっと、 レンジでマイナスを叩き出してうずらマイナスなので、まあ、そういうところで言いますと、まあ、糸原選手の方がサードとしては守備が安定している可能性があると。で加えて言いますと、まあ、大山選手は打撃の調子があまり良くないっていうところですね、えー、打撃不振によってですね、まあ、今シーズンの打撃はですね、まあ、攻撃面においてはまあ平均的な選手 とあまり変わらないい程度の攻撃力しか発揮できていません、まあ今シーズンの糸原選手はね攻撃面でマイナスを叩き出してるので、まあ、それはどっちもどっちむしろまあ糸原選手を使うことによってまあマイナスになってしまう感は、まあ、ないことはないんですけどまあ生きのいい 二遊間の選手もいることですし、まあ、特に糸原選手への守備のへ,へのなんかちょっと不満が高まっているという状況を鑑みると、まあ、糸原選手サードにコンバートして生きのいい二遊間の選手、まあ、小畠選手とかあの、使ってみるとかいう選択肢もあるかなと思いますし、まあ、そこはいろいろ難しいところなんですけど、まあまあ、僕個人的には、まあ、どっちかだと思います。積極的にシフト制を導入して、糸原選手の守備力の低さを補うか。 それとも三塁にコンバートして生きのいい若い選手を使ってちょっと流れを変えてみるみたいな、うん、まあ試してみるっていうのもまあありかなと。まあ大山選手が不振っていうのがもう、まあそこ、そこが一番でかいですかね。はい。まあ、そんな感じです。ただね、糸原選手自身の打撃に関しても、ちょっとあまりいただけないところがありますね、やっぱり。あの特に出塁率ですね、出塁率の低さっていうのが。 糸原選手の最大の個性がなくなってしまったなっていう感じは否めないので、まあとにかくそ,うそこですね、糸原選手にはできればあの昔の選球眼が良くて、あヘシツルイマンだった頃の、えー、プレイングをねちょっと思い出して、なんかあの頃に戻ってほしいなと僕は思っています。はい、ということで、えー、今回はそんな感じで糸原選手について語ってきましたけどもね。まあ そうです、ね、まあ選択肢は2つあさっき言った2つだと思いますけど、まあ、阪神がどういう決断をするのかっていうのはちょっと今後も注目して見ていきたいと思います。はい、ということで今回はそんな感じで終わっていきます。また次回ババイバイ